ミランに所属する24歳のブラジル人 DF、レオド・アルチが、来年1月の移籍市場で他クラブに貸し出されるかもしれない。24日に、イメディア、ミラ、ニュースが報じている。今シーズンのセリエ A、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、2024年1月までミランとの契約を残してい、ドゥアルチ。同メディアによると、ミランがド・アルチの貸し出しを検討しており、代わりにの移籍市場で新しいディフェンダーの獲得考えているという。2019年8月にブラジルの CR フラメゴからミランへ移籍したドゥアルチ。昨季は我で長期離脱し、回復した今季も公式戦3試合出場にとどまっていた。果たしてドゥアルチ獲得に動くクラブは現れるのだろうか。